オードナンス BL15 ポンド砲は第二次防は戦争中のイギリス陸軍の野砲で一部は第一次世界大戦の主要でない戦域で限定的に使用された BL15 ポンド砲は1883年から配備されていたオードナンス BL12 ポンド 7CWT 砲の改良版である近代的な無塩火薬であるコルダイトを装薬として使用することにより 12ポンド法で15ポンドまでの砲弾を使用することが可能であることが確認された。このため、14ポンド砲弾が採用され、法の名称も BL15 ポンド法に変更された。マーク、I 砲車、ドラッグ州により、砲車の誤差を抑制した。ドラッグ州は、車輪の下に置かれ、チェーンとケーブルでハブ及び砲につながれていた。マーク、通砲車、 マーク I と同じドラッグ臭に加え水圧干渉器を採用した。誤差距離は短くなったが成功とは言えなかった。マーク3放射1899年に初歩的な複雑装置が追加された。褒美シリンダー内のバネとスチールワイヤーで繋がった中隙を車軸の下方に埋めておき、発砲により放射が誤差してもバネの力を利用して 元の位置に戻すことができた。マーク、I 砲車とマーク、通放射にも、この装置が追加され、それぞれマーク I 砲車とマーク通放射と呼ばれた。マーク通放射には干渉器が残された。発砲の土二砲全体が交代するものの、バネが元の位置に戻してくれるため、複雑装置を持たない旧来の大砲に比べると、発射速度は向上した。ホグとサーストンは、 皮肉を込めて、複雑装置が良好であったため、発砲の再二砲は1フィート後退し、その後2フィート前方にジャンプしたと述べている。その後もいくつかのバージョンの砲車が製造されたが、いずれのこの複雑装置を持っていた。干渉機は採用されなかった。1904年から BL15 ポンド砲はより、近代的なオードランス QF18 ポンド砲で置き換えられた。 残っていた BL15 ポンド砲は中大器を追加してオードナンス BLC15 ポンド砲に改造され国防義勇部隊に配備された。通常、オードナンス BL15 ポンド砲は6頭の馬で牽引された。第二次防は戦争時のオーストラリア兵と BL15 ポンド砲、1901年1899年1902年の 第二次防和戦争では349門の BL-15 ポンド砲が投入され、166,548発を発射したが、これはイギリス軍全体の233,714発の70%強に相当した。砲自体の最大射程は、概ね5,800から5,900ヤードあったが、1899年、当時使用されていた。 ナンバー56新艦は次元調停が13秒までであったため次元新艦を用いる硫酸弾での最長発火距離は4100ヤードであった。このため敵兵を4200ヤード内に引き付けて射撃を行う必要があった。触発新艦としても使用することはできたが硫酸弾が触発新艦と組み合わせて使用されることはほとんどなかった。 戦争終盤にナンバー57青新刊が導入され、発火距離5700から5800ヤードに次元調停できるようになった。大牛に作印される第7野戦砲兵隊の BL15 ポンド砲。ドイツ領東、アフリカ第7野戦砲兵隊に4門の BL15 ポンド砲が配備され、馬ではなく大牛が作印したため、大牛砲兵隊として知られた。 ドイツ領東アフリカでの戦闘に参加し、モーリタニアと南アフリカの兵士がドイツ軍と戦った。ありがとうございます。